今日北海道これからは変わりやすい天気ということになります。届いた、ウェザーリポートを見ていきますと、このようにですね、かなり、強い、雨、網走の方では、降っているといった報告も、届き始めていますけれども、このあとこういった、雨の降り方とところが増えてくるということになります。10分天気見ていきますと、北海道道東太平洋側中心にゴーという報告が届いておりますけれども、他にもザーザーといった報告、また札幌周辺では晴れの報告もありまして、ところどころ雨晴れといったところになっていまして、変わりやすい天気ということになりそうです。この道東の活発な雨雲はこの後東に進みまして一旦収まる傾向ですけれども、再び低気圧によって天気が悪化するというところがあります。天気図を見ていきますと、北海道にはですね、低気圧、発達した低気圧が通過をしていくということになります。この低気圧、上空に冷たい空気を伴っていますので、大気の状態が不安定となり、雷を伴って強く降ると、雨を降らせるということになります。この後の雨雲の動きを少し見ていきたいと思います。活発な雨雲ですけれども、東に進んだ後、北海道方面、一時的に天気回復するところもありますが、再び雨雲が流れ込む、あるいは新たに雲が発生するというところがあり、変わりやすい天気ということになります。雷を伴って強く降るということになりますので、空の急変に注意していただければと思います。